はい、皆さんこんにちは、虫岡です。さあ、雨も続いたり涼しい日も続いたりして、もう夏の終わりをすごく感じております。みんなが夏に捕まえて飼育している昆虫も、もしかしたらそろそろ死んでいってしまう昆虫たちもいるんじゃないかなと思います。そこで将来虫博士を目指しているみんなは、ぜひ標本にしようと思っている人もいるんじゃないかなと思います。というわけで今回はダイソーから新しく出ている昆虫標本キットというものを使って標本を作ってみたいなと思います。こちらはどうやらクワガタカブトとかの甲虫類専用の標本キットだそうです。針とかを一切使わず、コーティングをしてピンセットで昆虫の形を整えたら標本ができるというような、まあ初心者用の簡単標本キットということだそうです。まあ標本って結構難しいですよね。昆虫が腐ってしまったりとか、足の形整えるのが難しかったり、壊れてしまったりっていうのがいろいろあってね、今回この標本キットがどれほど使えるものなのかというものをちょっと試してみたいなと思います。さあ、というわけで今回この標本キット使っていきたいなと思うんですけれども、裏にね、作り方が書いております。まあ標本の作り方、いろいろと皆さん知ってるかもしれないですけれども、今回はこの裏の説明通りにやってできるかというのをね、きちんと試していこうかなと思います。まず第一ステップ、昆虫をきれいにしよう。標本にする昆虫、かっこ死亡約10日のものが理想的の、汚れを濡れたティッシュペーパーやピンセットなどできれいにします、ということで、まあこちらね、ちょっとバッチリ10日かどうかわかんないんですけれども、なくなってしまったノコギリクワガタですね、こちらをちょっとやってみようかなと思います。まずはじゃあきれいにしていきましょう。まあでもこの子は正直そんなに汚れてない気はしますね。特に大きな目立った汚れはないので、ちょっとねマットのカスとかそんなんだけ取り除いておきましょう。あんまりガシガシやってもね、腐節が取れたり触覚が取れたりということにつながるので、まあこんな感じかな。はい、綺麗になりました。続いて昆虫の体を柔らかくする。標本にする昆虫のお腹を上に割り箸などで軽く押さえ、ドライヤーを10センチ離したところから約2分間熱風を当て体を柔らかくします。まあこれもそうですけども、やっぱりね、死んじゃうと固まってしまうんですよね。だから転足といってね、足を広げるときにこの固まったままだとパキッと折れちゃう可能性とかもあるので、標本って大体そういうときはね、お湯につけて柔らかくするなんて言いますけれども、これは熱風で柔らかくしろと言ってますね。まあ今回は説明に沿ってドライヤーでやってみましょう。では約2分間当ててみます。おっ、はい、というわけで2分間ドライ当ててみました。おー、いい感じに暖かくなってますね。しかしこれで体は柔らかくなったのか。あー、なったなった。あー、すげー柔らかくなりましたね。すげーってほどでもないか。もうちょっとドライヤーしてみていいですか。ちょっと微妙な気がするな。ということで追加で1分ぐらい当てたらかなり柔らかくなったので、これでいってみたいなと思います。ちょっと柔らかくなりすぎてクタクタして怖いですね。というわけで3番、コーティングする準備。付属の袋の底を倒れないようにしっかり開いてから、標本にする昆虫とコーティング剤を全部入れ、袋のチャックをしっかり閉めます。なんだこのふわふわ。あ、ここに広げるのか。これがコーティング剤ですね。このコーティング剤を入れる。くせ。ニスですね、いわゆる多分。ニスの匂いがしましたね。というわけで、ここにクワガタを入れていきます。よし。4番、昆虫にコーティング剤がよく絡むように袋をゆっくり回転させます。のこちゃんがニスまみれになっていく。はい、まあこんな感じですかね。で5番、昆虫の形を整えよう。割り箸などで昆虫についた余分なコーティング剤の滴を切りながら取り出し、スポンジ製の標本台の上に乗せ、ピンセットで足の爪をスポンジに引っ掛けるように成形し、約1時間乾かします。1時間でいいの？でこちらがついていたスポンジ製の標本台ですね。じゃあこちらの上にニスを切って出していきましょう。割り箸で
結構この余計なコーティング剤を取るところがむずいな。こんな感じでツルテカになっております。まあ、雫も落ちなくなったし、こんなもんなのかな。じゃあこれをスポンジの上に乗っけて転速していきます。これむずいぞ。ちょっと待って、これ究極にむずいと思う、正直。いや、これ良くないな。よいしょ。というわけで、まあ頑張ってこれが限界かなという感じでございます。まあ正直かなり難易度高かったですね。足の爪をスポンジに引っ掛けるっつっても、やっぱり針で固定されていない分かなり苦労しましたね。まあ多分このスポンジからあとは取り除いていいんだと思うので、今斜めですけれども、まあちょっと様子見ていきましょう。で、あとやっぱりね、ちょっと場所を整えるために多分触ってしまったから、ちょっとコーティングが剥がれてしまった感もありますね。ではこれでちょっと1時間乾燥させてみたいなと思います。1時間半ぐらい経ちましたかね。見てみましょう。まあ最初にも言った通り、やっぱりニスっぽいものですね。ニスを全体に塗ってコーティングして固めてしまおうというようなものっぽいですね。まあ全体にニスを塗ったことによってとりあえず固まってはおりますが、あーでもそんなにガッチガチにまだ固まってねえな。あのね、表面はね固まってるけど、やっぱりそのドライヤーとかで柔らかくした足はやっぱりそんなに中が固まってないから、外からだけじゃ固めきれてないですね。っていうような感じです。あとね、虫岡は最低限標本をやったことがあったから、なんとかこういう足の形に持っていけましたけれども、正直この真ん中の固定なしで、しかもピンセットで足を引っ掛けていくっていう作業はすげえ難しかったっす。で、一応パッケージには1時間乾燥って書いてますけど、まあ正直中が固まってないから、何日間か乾燥剤と一緒に乾燥させた方が無難かなと思います。で、ちなみに言うと、この標本2年前に虫岡が人生で初めて作った標本です。しかも全てこれ100均のものですね。で、こちらも殺虫などせずに飼育下で死んだ個体を標本にしたものです。まあ標本作り慣れてる方からしたら決して綺麗な標本ではないかもしれませんけど、まあ何が言いたいかというと、初心者でも100均の道具使ってしっかり作れば、これぐらい本格的な標本は作れます。ので今後こういう標本とかいっぱい作っていきたいなという方は、わざわざさっきの100均キットを通る道ではないのかなと僕は思いました。わかんないです、もしかしたらこれはこれでなんか使い道があるのかもしれないですけど、虫岡的にはちょっとこういうね、本格的な標本を地道に勉強してた方がいいのかなと思いました。はい、というわけで今回はダイソーの昆虫標本キットを使って標本を作っていくという動画でございました。まあ、少し厳しめの評価をしてしまいましたけれども、別に本格的に標本やっていく気はないけど、今あるカブトムシで作ってみたいという方とかはね、気軽にできるのでやってみたらいいんじゃないかなと思います。というわけでこの動画面白いなと思ったら、チャンネル登録、高評価、通知登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。虫岡でした。一体愛って何ですか。どんなに抱きしめても人も絶やす